学田城は、尾張国庭軍学殿にあった、日本の城である。楽殿の地は、能美平野の東部、犬山の南、小牧の北に立地し、尾張の中心部と品野の基礎を結ぶ基礎街道が通る近辺にあった。平城。現在ほとんど遺構は残っていないが、天守にあたる建築物を建てたとの記述が、歴史文献にある城としては、最も古いとされる。 英少年間に、終わりし五代であった、織田九長が築城したと伝わる。以後は楽田織田氏の居城となったが、織田広司帝の第二、英六少年に、終わりで、最大勢力となった小田家罰流の小田信長についた、犬山城主、小田信清に攻略され、信清の出城となった。ところが間もなく、英六五年に信清は信長に離反したために、犬山城を追われ、角田城は、 信長の武将、堺聖将が守備した。しかし、堺氏は、長男の急造必殺根が、元気元年7月の姉川の戦いで、討ち死に、さらに聖な自身も、同年12月に、大見国志賀軍片田で戦死したともあり、楽天城には、梶川高森が入って、城主となった。その後小牧、長久手の戦いで、前線基地となり、橋場秀吉の武将であった。 堀秀政が入り、さらに、秀吉自身も人所としたという。戦後、学田城は廃城となった。尾瀬保安の色物語巻八、英六以来出来発のことによると、英六元年に楽殿城中に高さ5メートルほどの段を築き、その上に二階櫓を構築して、中では神仏を祭り、それを殿守ると呼んだという。 学田城の都の守る以前には、1521年の伊丹城、a 六年間には、山和国でも松永久秀が多門山城や死山城で四階作りの矢倉を構築したという記録があるが、都の守ると呼んだ高層建築が文献上に現れる城としては、最も古いとされる。当時、尾張を支配していた織田信長は、A66 年に居城とした、 小牧山城、さらに A60 年に居城とした、岐阜城のいずれにも天守に相当するものを築き、さらに天正3年から築城した、安土城の中央に築いた五層7階の楼閣には、天守と命名していることなどからも、天守という名称が終わりから生まれたと考えている、学者もいるが、安土城や岐阜城の天守を建てた、織田信長と、学田城の戸の守るから、建築の意匠的なセンスが、 お出しのけ字脈としてあったのではないかと西が、谷康弘は言う。また、起伏の少ないノーベ平野では、16世紀半ばまでの他の地域のように山城を築くことが困難であったために、平城が発達し、同時に遠方を観測するための櫓が必要となり、こうした背景から、天守のような高層建築が発生することとなったと考えられている。以降は、対象年間までは、 ある程度残っていたが、犬山市立楽天小学校の用地となって徐々に失われ、昭和55年には天守台跡も運動場とするために撤去されている。現在では天守台跡から建造物としては移築したい渋みと土類がわずかに残る。上福寺山戸裏門が学田城の東方にある上福寺に移築され、山門として利用されていると伝えられるが、定かではない。 ありがとうございます。